アブドルハキーム・アーメル、ムハンマド・アブドルハキーム・アーメルは、エジプトの軍人、政治家。エジプト革命の中心人物の一人で、アラブ連合共和国の第一副大統領、国防相、シリア地域の大統領代表を務めた。最終階級は元帥、ソ連邦英雄。左より、サーダート、ナセル、アーメルミニアー県、アスタルの出身。1938年、カイロの士官学校を卒業し、翌年より陸軍に入る。アンワルは、サーが、対独協力の容疑で逮捕された後は、ナーセルと共に秘密組織の中心となり、隷下細胞相互の関係を把握させないなどの措置を取った。1948年の第一次中東戦争に従軍、1950年には、ムハンマド・ナギーブ少将副官となり、彼を自由将校団へと参加させる。ガマール・アブドゥル・ナーセル大佐を支援、1952年のエジプト革命を成功へと導く。クーデター後、新政権下に登用され、1956年、大将に昇進し、国防大臣兼参謀総長に就任。第二次中東戦争では、イスラエル軍に大敗。1961年、シリアにて、クーデターが発生した際には代表としてシリアへ赴くも拘束され、カイロへ送還される。1962年、アラブ社会党に入党。1967年6月、第三次中東戦争の大敗後、軍事的責任を問われ、国境軍司令官に左遷されるが、ナーセルを不要な戦争を引き起こしたと告発し、責任を追及した。1967年8月、クーデター未遂容疑で、軍当局により、ギーザにて軟禁される。9月13日、アーメルを聴取すべく将校らが到着した直後、大量の劇薬を飲んで自殺を図り、病院へ搬送される。一命を取り留め、翌日自宅へ帰されるが、足の絆創膏に、さらに劇薬を隠しており、監視の目を盗んでそれを飲み死亡した。彼の遺体は、軍隊式の葬礼のもと、故郷のアスタルに埋葬された。一説によれば、アーメルは自宅に戻された直後、高級将校たちから反逆者として、自身の信念と実行に終止符を打つか、軍人として名誉ある死を選ぶか迫られていたという。ナセルとアーメルの同志で後に大統領となる、アンワル・サーは、もし自身がアーメルの立場だったなら、6日間戦争の直後に自決していただろうと述べている。2012年、アーメルの遺族は彼は殺されたのだと主張し、再調査するよう訴訟を起こした。自身の娘をナーセルの弟に嫁がせており、またナーセルも自身の息子をアブドルハキームと名付けている。ありがとうございます。